では今からプリリミナリーコックピットプリパレーションをやっていきたいと思います。まずはですね、エンジンマスターオフ、モードセレクターはノーマルですね。ウェザーレーダーはオフ、ランニングギアレバーはダウンで、ボースワイパーズオフですね。バッテリーをチェックオートですね。 27.3、27.5 でオートにしていきます。で、エクサーナルパワー使いますんで、エクサーナルパワーをオンにします。で、ここで APU ファイヤーチェックですね。APU ファイヤーチェックして、APU をスタートさせます。こちら APU マスタースイッチですね。APU マスタースイッチ押しまして、APU スタートスイッチをします。これで APU のアベイルライトが点灯するまで待ちます。そうすると、すべてのディスプレイユニットが立ち上がっているんですけど、あ、APU のステータスが見えますね。この立ち上がり方もね、かなり実機に近いですね。回転系が上がってきて EGT も上がってきました。で、DU がね、立ち上がっているのが分かります。いや、もう本当に実機のような立ち上がり方で、ちょっと若干びっくりしてるんですけど、おー、フォルトライト、あ、スモークディテクトフォルト、これもね、立ち上がりの時つくんですよ。だからかなり実機の立ち上がりに似てますね。で、APU の状態はと言いますと、現在 54% ですね。まもなく 100% に達して APU アベールのライトがここにつきますね。で、アベール、続きまして 100% APU ジェネが働いています。ということで、上を見ますと、APU のアベールライトは点灯しました。ですので、エクサーナルパワーもう使えませんので、エクサーナルパワーオフにします。オフにしました。で、エアコンを確認しますと、 APU ブリードを入れて、エアコンのパックが、フォルトライトが消えて、エアコンのパネルセッティングをしていくんですけど、今ね、この状態でいいと思います。で、その後オール IR モードをセレクトをナブにしますね。こちらです。こちらの設定はですね、ナブ、ナブ、ナブですね。で、アラインが始まりますということですね。パックのフォルトが消えまして、現在エアコンが使えているような状態になります。コックピットライトの設定に行くんですけど、コックピットライト上は OK ですかね。で、下はどうかと言いますと、ライティングはね、もうこのままでも特に問題なさそうですね。で、ここからエアカースのイニシャライズを行っていきます。エーカスがセレクトディザイルドシステムで FMGC をセレクトします。で、ここでタイプですね。A320-200 エンジンは CFM565B4 になります。で、データがバリッドですね。で、イニットページに入って、from to のところで RJTT。本日のアプローチが RJAA 成田ですね。羽田から成田のルートになります。フライトナンバーが JOE。001を選択してインサートしていきます。これでね、イニシャライゼーションがコンプリートになります。その後はリコールをして、航空機のステータスを確認します。リコールノーマルですね。で、イーカムオキシジェンプレッシャーで、現在1800PSI になってますね。で、ハイドロページ確認します。ハイドロ、OK ですね。次、エンジン。エンジンが、20.4 クォート、エンジンオイルですね。19.7 クォートで問題なしということですね。で、フラップポジションを確認します。0ですね。で、スピードブレーキが、で、チェックリトラクタントリスタンド。で、パーキングブレーキはオン。やってます。アキュミュレータープレッシャーを確認して、アキュミュレータープレッシャーは OK ということですね。その後は、エマージェンシーエクイプメント、レインディペレント、あとサーキットブレーカーを確認して、ギアピンアドカバーリムーブとされているのを確認して、エクスターナルモッククアランド外部点検に向かいますというような手順で、プリミナリーコックピットプリパレーションはコンプリートになります。ここから外部点検になるんですけど、いやー、もうこのね、ベントが開いていたり、で、この制圧庫、
AOE プルームなんかもね、しっかり作られてますね。あとギアのあたりもね、かなり綺麗に作られているので、うん、このね、作り手のね、気合の入れようがね、わかりますね。今までのね、A320、A320NX もかなりよく作られていたんですけど、まあ、それに匹敵するような外観になってますね。かなり細かいですね。このね、空気の近くに行くとこの空気が入っている音ですかね、これが分かるぐらいの感じです。すごいですね、この細かい作り。そしてこういったね、文字のペイントもね、しっかり作られていてすごいなというような感じです。これもパックのね、空気出るところですけど、近くに行くと音が変わってくるの、あ、変わりますね。ギアのあたりはね、若干雑かなというような感じですけど、まあ、タイヤ見て、このようにエンジン、ノズルを見てね、正面の方に行こうかなと思います。セオのエンジンはね、なかなか皆さんも見たことないんじゃないかなと思います。今まではネオのエンジンばっかり見ていたので、セオはこんな感じですね。今までネオのブレード見てきましたけど、セオはね、金属のブレードですので、このような感じになっております。で、なんといってもね、特徴的なのがやっぱりウィングチップですね。ネオはシャークレットがついているんですけど、こういったようなウィングチップ、エアバス A380 と同じようなウィングチップがついているというような感じです。このように外部点検をしてみても、かなり作り手のこだわりが見える機体になっています。では今からコックピットプリパレーションをしてセッティングしていこうかなと思います。Thank you.